どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、これは神奈川県の藤川丘駅近くにある、ショッピングセンターの近くにあるですね、ラーメンマトリさんに来ております。ここはですね、ハバネロを使った辛いラーメンがあるそうなので、今日はこちらの方にチャレンジしていきたいかなと思います。メニューでは、辛さ3ぐらいまではメニューとして出してるんですけども、まあ裏メニュー的な感じで、まあ、辛さレベルが調節できます。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、というわけで中入ってきたんですけども、ハバネロチリソースラーメンということで、これが激辛メニューになっているそうです。横に見るとね、3辛は命の保証はいたしませんと。アセウィン君です。全国の激辛ファンの皆さん、こんにちは、アセウィンですと。怪しい顔だな、おい。あー、来ました。こちらが30辛。30辛です。おー、来たぞ。なんだこのマグマのような、あー、ツンとするような香り。うー、あ、ちょっと刺激臭がしますけど、いただきます。さあ、ラーメンマトリさんの激辛ハバネロチリソースラーメン30辛さん、お手並み拝見ですよと。入ってる具材はこれ、もやし、ネギ、そしてこれ糸唐辛子、あとこれはレタスでしょうかね、非常に彩り鮮やかになってますね。あとチャーシュー、卵、これハバネロとこのチリソース色に真っ赤になってます。まあ、スープはこれちょっとドロドロではなくてね、ちょっとあっさりした感じになってますけど、ちょっと早速食べてみましょう。いきます。おー、突き刺すような鋭い辛さがありますね。カバネロの辛みが口の中に広がります。これ卵ね、卵。辛みを和らげてくれる、まさにオアシスのようなスポットです。ありがとうございます。しょうがない、アセウィン君の汗を出してみて。大丈夫かな、じゃあアセウィン君。アセウィン君、はい、これ匂いかいです。このスープのベースは鶏ガラ、鶏になります。はい、まあ、非常に確かにあっさりした味わいになってますけども。先生、1名様お待ちです。はい、でこちら3000円の外食になります。お取りください。ありがとうございます。どうも、お待ちします。チャーシューがもううまそうだ、これチャーシュー。チャーシュー美味しい、香ばしいね、なんか。結構ボリュームもありますね。はい、熱いよ。ああ、アセウィン君が仰いでくれております。何かそれ。うん、ハバネロを使ったこのスープが、時間が経てば経つほどこのお腹にこのボディーブローのように突き刺さない。うん、残りこのスープを飲み干して、この激辛バトルに切りをつけたいと思います。アセウィン君、払いよ、代わりに飲んで。
それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。ラーメンマトイさんのハバネロチリソースラーメン、辛さ30倍、辛さレベルじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。非常にハバネロの辛みが効いて、スープがここバッとこう口の中いっぱいにこう広がる辛さでしたけれども、まあ、非常にこの鶏ガラベース、スープもあっさりした感じですけれども、なおかつこの卵とチャーシューも、非常に美味しく、野菜もシャキシャキ食感で、美味しくいただけたかなと思います。ただね、やっぱねこれスープを全部飲みますとね、翌日はねお腹に来るかもしれないですけれども、はい、ということで、おかずにチャレンジしない方がいいかなと思います。まあ、辛さレベルを調節できるんで、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。あせみくん、今日汗かいた？かいてねえだろ。